皆さんこんにちは、北斎のゲンです。今日はですね、皆さんにジップロックの袋があればですね、簡単にできる、スペアリブの焼肉の作り方をご紹介したいと思います。でね、これから、料理をしないですね、特に男性向けに簡単にですねできる料理のですね作り方というのを伝えていきたいと思ってます。僕はですね、在宅の仕事18年間やってて、ずっと家で仕事しながら料理しながらやってるんですけども、でなぜこのシリーズをやろうと思ったかというとですね、やはり、今いろんな人の話を聞いてると、この状況、つまり、レストランに行ったりとかみんなで飲み会とかしたりとかいうことができなくなる状況っていうのが1年は続くと僕は見てます。で、そうなってくるとですね、やっぱり格差が生まれるんですよ。何の格差かっていうと、料理ができる人と料理ができない人の格差なんですね。で、料理ができる人っていうのはやっぱりこう手料理作って、で健康を維持したりとか、やっぱり自分で自分の楽しみを作ったりとかできるんですよ。だけどいくらやっぱり、Uber Eats とか、あとまあ、テイクアウトのね、料理がですね充実してるとはいえですね、だん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 これがですね1年ぐらい続いてくると、もう半年ぐらいでもやばいね、精神と体が病んでくるんですよ、間違いなく。これ僕の18年間の経験から間違いなく言えます。やっぱり手料理してると心と体の健康が保たれるんですよ。というわけで、このね、男性の皆さん特にですね、この、料理格差問題というかですね、これがやってきますので、ぜひ皆さんには勝ち組になっていただきたい。で、まあ、いや、とはいえもね、いや、うちはね、嫁さんが料理上手だから大丈夫、いや、うちの母ちゃんの料理が世界一だからと思ってるんですね、男性諸君、家にいるんだろ、作ってやれよ作れるようになってやれよ、楽させてやんなよっていうね、はい、ただのひがみでした、すいません。ということでね、まあ、これからですね、こういったジップロックの袋とか、あとこれから、紹介するけど、今回使うのはこちらのニトリのスキレットね、これ700円ぐらい手に入るから。700円、これ2円ぐらいだ。だから702円ぐらいで作れる。初期投資としてはこれぐらいのね、やつで十分なので、まずはこれで作れるレパートリーを増やしていきましょうよということで、レッツクッキング。はい、今回のですね、スペアリブに使うですね、食材です。まずですね、まずはスペアリブ、間違いなくね。これ最初から切った状態で売ってるから、これまな板とか包丁とかいらないで、そのままね、作れるので、めっちゃおすすめなんです。で、次に袋ね。はい、これ袋さえあれば、これできます。IKEA の袋。ね、ジップロックでもよし。それから、最悪ですね、ここのめんつゆと、ごま油だけあればできますけども、まあ、もっと美味しくしたければこの醤油、それから、本みりん、さらに、生姜とニンニクのチューブがあればこれも入れてあげてくださいね。で、さらに余裕があってもっと美味しくしたいとしてはね、ごま、白ごまと、それから、刻みネギね、刻みネギなんかを入れてあげるとより美味しくなると思います。千切り玉ねぎでもいいかもしれない。すらし玉ねぎでもいいと思います。そういったものを入れてあげるとさらに美味しくなるけれども、まあ、まずはもうこれとこれ、これとこれだけでいいから。もうね、男はさ、そんなもんでいいのよ。これとこれだけでも美味しくなるからやってみてください。じゃあ、早速作っていきたいと思います。はい、それではですね、スペアリブを、IKEA の袋に、無造作にボーン追い込みます。ね。はい、まあ、大体これくらいの分量ね、まあそれもまちまちだと思いますけれども、大体これくらいの分量です。で、ここにですね、まず昆布つゆね、もう順番も何でもいいんだけどね、昆布つゆを大体大さじ4ぐらいかね、これくらいの分量の肉だと、大体 200g ぐらいの肉に対して大さじ4くらいのやつを入れますけれども、まあ分量なんかどうでもいいんで、見た感じひたひたに浸かるくらいの感じにしといてください。ひたひたに掴んだ感じにしたらこうやって揉み込んでですね、ひたひたにする。で、次に、ミニマムでね、もうこれだけで終わらせたいって人はここでごま油を、よいしょ、大さじ1杯ぐらいね、4分の1ぐらいの分量入れてあげると、もうこれだけで、十分ですね、なんか韓国風の焼肉屋さんの匂いがしてきますよね。ここでさらに、こだわりたい人は、醤油、これもやっぱり大さじ1くらいかな。自分のね、好みの塩加減とかはだんだん分かってくると思うんで、まずはこの分量でやってみてね。大さじ1くらい入れてあげる。それからみりん、これもやっぱ大さじ1くらいね、こうやって入れてあげる。みりん入れるとやっぱりね、こう味に深み出て美味しくなるからね、こうやってふたしたにしてあげるでしょ。で、さらに余裕がある人は、にんにくをもうね、1センチくらい、はい、だいたい1人分だったら1センチくらいのチューブに入れてあげる。チューブを入れてあげる、はい、生姜もだいたいチューブを入れてあげる。これくらいかな、ね、これでもいい香りしてくるからさ、これで袋でこうやって揉み込んでいくわけです。
簡単でしょ。袋あればできるんだと。僕はこれ袋飯と呼んでますけどね。袋さえあればできる。はい、こんな感じで揉み込んでいく。そして放置。もう冷蔵庫の中にこの後これを、だいたい、最低30分ぐらいがいいかな。できれば3時間ぐらいつけておこうか。だからまあ、出勤する前とかにやっといて帰ってくると美味しい焼肉みたいな感じなんですけど、まあこれぐらいがいいと思います。でね、漬け込んだやつを今度はこの、ニトリで買ってきたこちらのスキレット、これで、じっくり焼いていきます。油はね、まあ、表面に大さじ1杯ぐらいかな、こうカバーして、だいたいうっすらとこうやってね、出るくらいでいいと思います。入れすぎも良くないんで、これくらいうっすらとカバーするくらいの状態で、これをただ放り込んで弱火でじっくり焼くだけと。簡単でしょ。じゃあ早速焼いていきたいと思います。はい、スペアリブを焼いていきます。火は強火でフライパンをスキレットを温めた後は、弱火にしてじっくりと焼いていきましょう。こんな感じね。さあ、スペアリーグは出来上がってまいりました。これと、1日のね、終わりに、自分にご褒美ということで、これビールとスペアリブと、男子の皆さんいかがでしょうね。こう袋に入れて、まあ、大体1、2時間つける、できれば半日以上つけとくだけでですね、こうやって、美味しいお肉が食べれるんですからね。テイクアウトしてばっかりだと飽きちゃいますしね、お金もかかっちゃうけども、こうやったら安いよね、安くて美味しいもの作れるので、ぜひこれを機にね、料理を始めてみてはいかがでしょうかということでね、じゃあ食べてみたいと思います、ね、表面がこんがりと焼けて美味しそうになってます。ここまでいけば、食べ時ですね。はい、食べてみたいと思います。ちゃんとじっくり中まで火が通るように、だいたい30分ぐらい弱火でじっくり焼きました。もう30分間ね、何も仕事しながらできるんで、仕事しながらこう焼いてればいいんで、そんなに大変じゃない。いただきます。うん、中まで火が通ってうまい。お酒好きな皆さん、これ絶対おすすめですよ。本当に袋にめんつゆとごま油とニンニクと生姜入れるだけでできちゃうんですから。あと醤油もちょっと入れてあげると美味しくなりますけど、もうそれだけです。うん、柔らかくてうまい。これを機にね、もうこのIKEA の袋だけを使ってね、料理できちゃいますので、あとまあフライパンあるいはスキレットね、最初の準備だけできれば、しかもね、漬けといて寝かしとくだけでいいし、焼いてる時も弱火で、自分はなんかメールの返信とか打ちながら30分、まあネットフリックスでなんか見ながらでもいいですよ、ドラマ見ながらアニメ見ながらできちゃう料理なんで、ぜひね皆さんやってみてください。もうそれだけで、自分で作った料理が美味しいってだけでね、かなり気持ち的に救われますからね、感染のリスクも少ないしね。はい、ということでこれを機に、皆さんにですね、簡単にできる料理シリーズをお伝えしていきたいと思います。それでは、北斎のゲンでした。バイバーイ。